今回、中古車販売した車両、ライトエーストラックですね、それの車の紹介していきたいと思います。今日、本日納車です。ちょっとね、ヘッドライト黄ばんでたので磨きました。形式がね、KM75、 1トン車両ですね。1トン積みの車です。タイヤはフロント16536プライ、後ろはね、もうダンロップと BS 作っとったんかな、22550 12.5、 ちょっとこのね、ぶっといタイヤになってます。これさらに変えました。今回ね、特攻鉄板ですね。前回ね、タウンエストラックはキーだったので鉄板をちょっと張り替えて加工しました。1トン積み ABS 付きです。結構ね、綺麗です。内装行きましょうか。内装こうなんですね。距離がね、1万3000キロぐらい、1万3000ちょいですね。綺麗です。3人乗りです。エアコンとラジオですね。助手席側はこうです。で、まあエンジンルーム開けるのはね、これ3箇所でパカッと、で、こいつをね、倒さないと、シートを倒さないと上がらないね。ここですね、止め。ファーストオール。エンジンオールね、入れるとこを見るとこ。ヘルメットオープンですね。これね、オール交換の動画出してます。これね、ここに車検証入れがあります。灰皿あり。手巻き。電気回りしましょうか。電気回りね、一人しかいてないので、固定してやります。
後ろ行きます。ネギマリこんな感じです。これはね、このアオリをつけてました。ここはね、またちょっとステンレス貼ったりちょっと加工すると思います。で、乗車定員はね、3名ですね。乗車定員さんで、オークションとかでね、買うときね、ここにね、この色のカバーがついてたら2人乗りになってます。3人乗りと、まあ75はないんかな、70とかは2人乗りとかあります。ウォッシュ液、ウォッシュ液はね、これを外してもらって入れた方が入れやすいです。このミラーね、前とね、この左前が見えるので、これはミラーはいいと思います。こんな感じですかね。下回りとかもね、1万キロなので綺麗です。で、この車はね、もう販売しましたので、まあないですが、まあ注文とかであればね、70万ぐらい、検査を受けて登録して70万ぐらいの車だと思います。また購入希望の方は、まあ連絡もらったら、まあ探せる車でしたら探します。また他にもね、いろいろ動画を出してますので、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。